こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今回は5月22日現在におけます、大洲市での新型コロナウイルス陽性者の状況と高齢者向けワクチン接種の予約状況について、ご説明をしたいと思います。こちらの図をご覧ください。今回陽性が判明されました市民の方には心からのお見舞いを申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈りしております。4月28日以降の市内の状況ですが、5月の12日に最後の1名の陽性者が判明して以来ゼロが続いております。5月22日現在では直近1週間の人口10万人あたり新規陽性者数は0人となっております。比較的大洲市内は落ち着いた状況です。しかしながらまだ油断はなりません。どうか引き続き十分な警戒をお願いいたします。また高齢者のワクチンの状況ですが、7月末までに希望者全員が接種をできますので年齢別に受付をお願いいたします。80歳以上の方の受付はすでに5月20日より始まっております。図のようになっておりますが、初日2日目は電話が殺到することが予想されます。3日目以降の予約をお勧めいたします。また6月2日よりワクチン接種のウェブ予約もスタートいたします。家族お知り合いの方ご協力をいただきまして、こちらから予約されることをお勧めいたします。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。